シャンシュル・マルヌは、フランス、イルド・フランス地域圏、セーヌイコール・エイコール・マルヌ圏のコミューン。中規模都市で、実際に、コミューン面積の約50%が緑地と水辺という、快適な環境を保っている。17世紀から18世紀にかけ再建された、シャンシュル・マルヌ城には、かつてポンパドゥール夫人が暮らしていた。パリから約2 0トル離れている。 グラース森やグランジュ森といった森林、マルヌ川沿いの田園、シャンシュルマルヌ城庭園がコミューンを快適にしている。加えて、多くの池が点在する。チャンプスとは、聖、モール及び聖フィルシーが7世紀に建てた、キャンパス教会の名に由来する。11世紀から12世紀、マルヌ村からの移住者がこの地に移り住み、シャン教区が誕生した。百二十六年、 ルイ15世がノワジーイコールルイコールグランやシャンシュルマルヌを含む男爵量を所有した。城の庭園を整備したのは彼の息子である。1755年、城はバリエール公爵の所有となった。1892年、銀行家ダンベールが城を購入した建物と庭園を再建した。1935年、ダンベール家は城と庭園を フランス政府に売却した。1965年のマルヌラバレ創設後、シャンシュル・マルヌの人口も増加した。チャンプス・シュール、マーン・ノーティス・コンヤナリー。ありがとうございます。